はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒の犬のおまわりさんについてですね。この曲は皆さん知らない人はいないぐらい有名な曲ですよね。そういう曲をファミリーコンサートの前半に持ってきて盛り上げるというのはお母さんと一緒ではとてもよくあることですよね。今後はファミリーコンサートだけでもなく実際の番組の頭でもたくさん歌われていくと思うので今後も期待して見てみたいなと思います。はい、今日はお母さんと一緒の犬のおまわりさんについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。